ラジオタンブラーの隠れ家表部屋。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、てなわけでね、今週のラジオを始めていきたいと思います。はい、2019年の8月18日ですね、日曜日やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、世間一般ではあれですかね、長期連休が、そろそろ終わりという感じですかね。まあそんな感じの時期になってまいりました。はい、ということで、早速ですね、今週の発信関係のお話をしていこうと思います。まあ、今週も予定通りですね、週1で、昨日かな、また新しい実況シリーズの方をアップロードさせていただきました。パソコンの調子はですね、まあ、相変わらず、まあ、微妙ですね。良くもなく、悪くもなく、みたいな、感じでして、まあ、とりあえず、まだ様子見しながら、動画作ったり、していくしかないかなっていう感じで、とどまっております。はい。まあ、致命的な、調子悪いような、ことにはなっていませんのでね。まあ、そこまでではないですが、まあ、微妙っていう感じですね。はい。で、そう。今週もね、一応まあ、週1でなんとかペースは保ちまして、土曜日に、シビライゼーション6の新シリーズの方、パート8かな？はい。パート8の方ですね、上げましたけれども、ですね、ちょうど、実は、このラジオの収録した後に、ちょっと時間が久々に取れるということで、実況動画の収録やるんですよ。で、ちょうど、ストック分がですね、全部なくなりまして、実はこのラジオを撮った後にこれから収録やるのが、昨日アップロードしたパート8の続きですね。はい。まあ多分パート9とかパート10、パート11ぐらいなのかな。ちょっとまあ、ある程度まとめ撮りになるので、編集の仕方とかね、によってはどのくらいの本数になるかわかりませんけども、まあ少なくとも、昨日、アップロードさせていただいたパート8の続きをですね、このラジオ終わった後に、これから収録をやるということになります。はい。いやー、まあ、まだまだパート8ですからね。まあ、まだまだ先は長いのかなというふうには、思っていますけれども、まあ最近はですね、まあ本当にまあちょっとずつちょっとずつわずかずつではあるんですけれども、まあ僕のね、ゲームの実況動画の方もまあ見ていただけてる方、評価等をねいただける方っていうのがまあちょっとずつはまあ増えてきているのかなというふうには思います。まあチャンネル登録者とかもまあごくわずかずつは増えているのかな。まあまあまだまだ、ではありますが。まあ、ということですので、まあ、本当にね、気を引き締めてですね、まあ、より多くの方に楽しんでいただけるような、動画作りということを、まあ、やっていこうかなというふうに思っています。まあ、特にね、先週のラジオでもお話をしましたけども、僕の場合はね、自分のやるゲームの実況動画のジャンルが、まあ、日本をテーマにしたゲームという、まあ、自分で言うのもなんですけども、ちょっとね、なんていうか、まあ、アクションとか RPG とか、あるいは、こうゲームのタイトルのジャンルみたいな感じで、まあわかりやすい、そういう縛り方をしていないもんですから、まあ、なるべくですね、なんていうか、そのゲームの、固有のファン、好きな人っていうだけではなくて、まあ、いろいろ幅広い方に、まあ、見ていただけるような、動画作りというのを、まあ、一応ゲーム実況動画ではありますけれども、まあ、目指していければいいなというふうに思ってます。まあ、例えばまあ、僕もまあ、昔はね、いろんなゲームやってましたんで、例えば、実況でね、やってましたんで、例えばまあ、ポケモンの対戦の実況であるとか、あるいはまあ、ドラクエの実況とかね、まあ、そういうような、こう、まあ、有名なゲームとかで言えば、まあ、そういう、ものあるとは思いますけど、なんていうかまあそういうジャンルしかやってないとかっていうそういうようなね、動画チャンネルであれば、それこそまあ例えばドラクエだったらそのドラクエの、ファンね、であるとか、あるいはまあポケモンであるとか。ポケモンであれば、ポケモンのファン、まあ、ポケモンの実際のプレイヤーとかね。まあ、そういう人が見るというのが、もう、主になってくる、とは思うんですね。まあ、ただ、まあ、僕の場合は、まあ、日本をテーマにしたゲームをやっているということで、
まあ、我々に、なんていうか、まあ、馴染みの深い、まあ、見てる方、99.999999% 日本人だと思いますから、まあ、馴染みの深いですね、テーマで、絞っていますので、まあ、できるだけですね、なんていうか、個別のこう、ゲーム、の好きな人っていうね、だけではなくて、いろんな方がこう、見れるようなものっていうのをこう、目指して、企画とかね。まあ、そういったものもちょっと考えていけたらいいな、というふうに思います。はい。まあ、手っ取り早くね、こう、トークスキルが高ければというかね、まあ、トークが面白かったりとか、なんだろうね。まあ、あるいは、その個人のパーソナリティにこう注目させていける要素がね、あればまあそこで見どころにするとかっていうこともまああるとは思うんですよ。まあわかりやすいのがね、まあよく女性の実況とかではあると思いますけども、まあ声が可愛いとか、まあなんだろうな、まあ顔を出ししてる人とかはまあ顔とかも含めるのかな、まああるいはまあバーチャル YouTuber とかね、まあいうのも最近はありますけど、でまあそういうのも含めるとこう容姿がね、整っているとか。まあ、そういうようなことっていうのも、やっぱりね、まあ、どうしても、こう、単純な、こう、ゲームのプレイ動画とかとは違うもんですから、まあ、いろんな、周辺要素っていうのが、こう、見どころとして追加されてくるとは思うんですね。まあ、そういったところを、まあ、見どころにすることはね、まあ、僕の動画の場合はできないと思いますので、まあ、こう、頭使っていくしかないのかな、という感じではありますね。まあ、とにかく、こう、企画とね、ちょっと、まあ、どういうような、こう、テーマを話していくかっていうのを、まあ、しっかりと、こう、考えて作り込んでいくしかね、まあ、ない。まあ、そこはもう地道に、やっていくしかないのかな、と、はい、いうふうには思っています。まあね、わかりやすくね、声がかっこいいとかね、まあなんだろう、こう、見た目がいいとかさ。まあ僕の場合、別に見た目関係ないね、声だけの動画なんでね、まあ関係ないですけれども。まあそういうような、こう、あ、ゲームうまいとかね、いうのもありますね。はい。まあそういうわかりやすいね、要素があれば、もう、それをもって俺の動画見ろと、ね、いうふうに言えるわけですけど、まあなかなかね、そういうものがありませんので、まあ愚直に、なんていうかこう、見どころをしっかりとこう作れるように頭使って、考えていくしかないかなと、はい、いうふうに思っております。はい、そんな感じですね。こうこの後ね収録があるので、あんまりこのラジオで張り切っていろいろとこう喋りすぎてしまうとね、まあ、いきなりこう本編の、タイミングでね、まあ声枯れてたりとかっていうようなことに、まあさすがにね、まあ、ラジオの収録程度ではそこまではいきませんので、まあ大丈夫だと思いますかね。はい。まあこの後ね、収録がありますんで、まあ、どうしようかな、みたいなことも、まあ考えながらですね、まあ今ラジオを撮っています。はい。で、ですね、あとは何かあったかな。うん。まあ、それくらいですかね。ちょっとまだ、先ほど言いましたけれども、マシンの状態が、まあ、可もなく不可もなくぐらいでちょっと、推移してるもんですから、まだまだ、今やってるシビライゼーション6の、現行のシリーズ、以外のちょっと新しい動画作りみたいなことは、まあ、できてません。個人的にね、別に、発信とかとは別にゲームやってるものはたくさんあるんですけれども、まだまだね、そういったものをちょっと発信に落とし込んでいくっていうところまでは、まあ、できていませんのでね。まあ、まあ、ゲームやりながら、それをこう、うまく、こう、自分なりにこう、紹介、表現していけるものはね、いろいろと、まあ、ブログの、記事とかもそうですけれども、うまく、こう、発信と、こう、絡めて、やっていけたらいいなというふうに思っています。はい。ということでね、ちょっと今回のラジオ、まあ、少し短めですけど、まあ、この後ね、収録が待ってますんで、今回は少し早めに、この辺にしておきたいと思います。はい。じゃあ、これからね、次の、実況動画の収録やります。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また、次週のラジオでお会いしましょう。